コーラ監督、私は吉田に怒ってないし切れてないですよ。5回は救援の左腕が投げていたので、右打者のレフスナイダーが西からネクストバッターズサークルで代打の準備をしていた。しかし前の打者がアウトになった。そして吉田に相手に見えるようヘルメットをかぶり、バッティング手袋をしておいてくれと言ったんだ。なぜなら相手が左腕を引き続き投げさせて、一度マウンドに行ったら交代できないというルールがあるし、マッチアップで優位に立てる可能性があったからだ。そして問題の場面についてだが左腕の続投は起こらなかった。私は吉田にベンチの中に入りなさいと言った。怒鳴ってはいないし、彼に怒ってもいなかった。我々はメディアの皆さんに、敵対するものを作ってほしくない。ただ、皆さんに何が起こっていたのか、確認をしてほしかったと丁寧に説明した。よかった。俺切れさせたら大したもんですよ。全く同じこと思い浮かんだ。長須は絶対切れてたよね。イライラはしてたやろ。何がやりたいんだコーラ、紙面を飾ってコーラ。吉田がペプシ派閥だったんだろ。小力より有田が元祖。コラコーラ。ちゃんと説明してくれてサンキューコーラ。コーラ監督、コラー。マジかよキノコの山最低だな。赤靴下のレンドン。マジかよ、カルピスモウのマンは。長須は実際ブチ切れてたけどな。要するに吉田がまた対談か。使ってやったら急に痛いとか言い出したらムカつくからな。あれが平常なのか怖いな。ご視聴ありがとうございました。